ません。気がつきませんでした。ああ、あなたは無事なようね。どうしてま、あれは、3ヶ月前の晴れた日のこと。何者かが突然、町の上空に現れ、魔女？魔女って、あれ？そして、魔女が何やら呪文を唱えると、突如激しい私は吹雪の中で気を失ってしまい、目が覚めたら町は凍りついていました。町ごと凍らせるなんて、なんてひどい魔女なの。なんとか助けてあげたいけど、この氷は私の呪文でも溶か、ところでその服にある紋章ずっと気に。すみません、紹介が遅れましたね。私はクレ…何？お主が女王じゃと？はい、1年ほど前に亡くなった父から王位を継いだ矢先に町がこんなことに。私たち大変な時に来たみたいね。オーブがどう…オーブ？あれじゃよ、クレイモラン王家に伝わる家宝のブルーオーブ。分け合ってわしらにはあの、あの青い宝玉のことですね。あれでしたら今。なるほど、どっちみちどうにかして氷をと、もしかしたら魔女を倒せば氷が溶けるかも。実は数日ほど前に来た外国の救援部隊に魔女退治をお願いしたのですが、苦戦しているのか全然音沙汰が。そういうことなら私たちも魔女退治に協力しましょう。凍った人々、ありがとうございます皆さん。魔女は東のシケスビア雪原にあるニルレアンの森ですが、森には魔女だけでなく魔女に飼いならされた魔獣もいるの。魔獣か、覚えておこう。では皆の者、早速見。Thank you.
上出来じゃな。するかな。
つでどうだ。さすがじゃ。せいおりゃ。魔女の手先め。Woo!
随分手こずらせてくれたな、魔女の手先め。次は貴様だ、悪魔の子。なんだこれは。氷の魔女、この氷は貴様が。このままお前を氷漬けにすれば、私を解放してくれたあのお方との約束は、あの方と同じペンダント、これで私たちお揃いだわ。なんだと。英雄と呼ばれた男もあけないものね。二人仲か。救援に来たのはお主らデルカダールの兵だったのだな。どうしたグレイグ、わしらを捕まえる。貴様らを捕らえる前にやるべきことができた。魔女にやられたようね。体が、そういえばここに来る途中で小屋を。